東山のりゆ12.29、二 12. つの時代劇で引退。少年隊の復活は、西織和かの NG すべてを背負って消える、男気寂しいリタイア。東山のりゆ57が主演を務めるスペシャルドラマ、必殺仕事人、ABC テレビテレビ朝日系の最新作が、 12月29日21時より放送されることが明らかになった。1972年の必殺仕掛け人スタート以来、藤田誠さん、去年76演じる中村モンドをはじめとする様々なキャラクターたちが、悪を成敗する痛快さで愛され続け、50周年を迎えた必殺シリーズ。節目となる今年は東山、時を松岡正宏、 46へい。せい。ジャンプ知念有利、30ら仕事人たちが、世にはびこる悪をスカッと成敗する痛快エンターテインメント時代劇、必殺仕事人、の最新作を放送することが決定。例年は年始に放送されていたが、今年は年末に放送され、年内で引退を表明している東山にとって最後のテレビ出演となる。 12月29日19時30分からは NHK で大岡越前スペシャル大波乱宿命のしらすが放送されますが同作でも東山さんは主演を務めます大岡越前の放送は20時59分まで直後に必殺仕事人が始まるわけですから29日は東山さんの時代劇祭りですよね ただ、必殺仕事人が最後の芸能仕事というのは、本人にもファンにとっても寂しいものでしょうね。ワイドショー関係者、東山をめぐっては、9月7日に行われたジャニー北川氏、去年87による課外問題についての会見で、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所の新社長に就任することを発表。この事実に真摯に向き合うため、 私は年内をもって表舞台から引退します。人生をもってこの問題に取り組んでいく、と語っていた。そんな東山主演の必殺仕事人が放送されることを受け。やった。東の必殺仕事人やるんだこれが最後なのかなぁ見納めだな。東山さん、必殺仕事人ラスト出演か。 2007年のレギュラー放送時代から見続けてるから寂しいな。といった声も上がっている。スマイルアップの社長となった東山さんですが、タレントのマネジメント業務などを手掛ける新会社、スタートエンターテイメントの社長は辞退したと報じられています。代わって福田敦志氏58が社長に就任したことで、 東山さんには芸能界引退はやめた方がいいのではないかという声も出ていますよね。全道 X、ツイッターには。東山さん引退するのやめてください。タレントとして先輩として事務所を引っ張ってください。東山さんはジュリーさんと保証会社に専念するのなんで一体東山さんが何をしたの引退まで決断させてひどすぎる。 などのコメントも寄せられている。10月2日の会見で東山自身も、夢は90歳くらいまで舞台に立ちたかった、とコメントしていた。芸能プロ関係者が話す。東山さんは芸能界引退前に少年隊の復活を希望していたようですが、それも実現しなかったと言います。東山、西木織和樹を、 58、植草勝五57による少年隊は1985年に仮面舞踏会で正式にデビューしてから圧倒的な人気を誇っていたものの2008年8月のミュージカルプレイゾーンを最後にグループ活動を休止その後も活動を再開しないまま2020年12月末に西木織と植草が旧ジャニーズ事務所から退所している 西織と植草が対処する際、旧ジャニーズ事務所は、功績と少年隊そのものは残したいというメンバーの意向を尊重し、これからも所属グループとしてその名を残すことといたしました、と発表。少年隊の野号は残したが、グループとして活動の予定はないとも明言されている。東山さんは芸能活動を引退する決意を固めた後、 最後に少年隊を復活させようと西木織さんに声をかけたと言います。しかし西木織さんはいや、もういいだろうと首を縦に振らず、少年隊の復活話は消滅してしまったと言われています。やはり、東山さんの最後の芸能仕事は必殺仕事人ということになってしまいそうですよね。エージェント会社の社長に就任しないのになぜ引退を というところもありますが、ジャニー氏の被害者はあまりにも多い。まだまだ出てくると見られていますし、保証もまだまだすんなりとはいかないでしょうからね。人生をもってこの問題に取り組んでいくと語ったように、今後の自分の仕事はこれだと決意しているのではないでしょうか。全土